礼します。あ、それでは失礼します。で、どうだ、ゆっくり、こうゆっくりでもないかもしれないけど、こう彼の話を聞いて納得できたのか。納得できました。まあ、なんか、なんて言えばいいんだろう、一人で抱え込んでて悩んでたんですけど、後押しが欲しかったのかもしれないです、自分の中で。自分の中でやっぱ分かってはいました、正直。まあ、どういう方向じゃないといけないっていうのが、もう半ば先輩のことも聞いてはいたんで、理由は。前にちょろっと、まあさっきさ、あっちの奥の部屋で、まあ、その、書院が、はい、まあ、辞めていく、闇落ちしたり、まあ、今回のように辞めたり、退職、うん、それはやっぱり、辛いのはな、まあ、俺も、なんとなくは、わかるしな。でもやっぱりさ、警察官って、命を懸けて、現場を、ね、現場で、こう、まあ、武力制圧にどうしてもなってしまうじゃないか、向こうが。犯罪者が武装してる以上はさ、ああ、こちらも命がかかってるんでね。うん、なんだと思います。そうなるとやっぱり弾丸を受けたり傷を負うことはさ、体の傷はね、まあ時間をかければまあ元に戻る。それはまあ守がその救急やってるから、ピルボックスが治してくれる安心感もまああるにはあるんだが、心の疲労とか傷まではな、まあドクターには治せないから。そうですね、うん、時間かかりますもんね、治るにも。そうだな。それにやっぱりさ、なんつうんだろうな、刺激がこの町にはとても多いじゃないか。いいですね、うん、本当に多いと思う。だからその各々が進む道とか、各々が選ぶ人生、これにこうやっぱり邪魔はできないけどな。うん、もちろん邪魔はしたくないんですけどね。うん、まあね、やっぱどうしても感情が長く、ね、うん、付き合ってきた仲間ですから。だからね、その感情を伝えるのはね、やっぱ大事だと思う。飲み込む、その受け入れる気持ちと、でも伝える気持ちと、自分の中で葛藤してとかいたんですよね。その伝えるべきなのか、うん、それともまあ強く送り出すべきなのか。伝えるべきだ。うん、お前がそうやって我慢してね、自分の気持ちを押し殺すよりもさ、はい、気持ちを伝えるのは伝える、でも決めるのは相手だからさ。ね。うん。まあもしその、ね、何パーセントかでもいいんで、俺が止めて、うん、回ってくれたらちょっと嬉しかったなというような気持ちはありました。期待はありましたけど。まあな。はい。でも俺はだったら、なんだろう、いつでも。ねえねえ、電話が来たよ。びっくりした。びっくりした。あ、なんだ。まあその、そうね。また戻ってきて欲しいっていう気持ちを伝える方が俺は大事かなって思うな、この街で言うなら。うん、例えばそれが、はい、ね、犯罪者になってってなったら難しいかもしれないけど、それがね、そういうわけじゃなくてだったら、また戻ってきてほしい、いつでも待ってるぞって言える気持ちもな。本当はやめてほしくない、一緒に戦いたい、背中を預け合えるのは信頼できる仲間しかいないから。うん、でもね、その選択がね、今は別れだとしても根性の別れじゃないわけだからさ。だから足にはいますからね。そうそう、だからもしまた気持ちがね、正義の気持ちがふつふつとね湧いてくる時はあるだろうと思うし、そういう時はぜひ
俺が変えるんだって気持ちでもいいわけじゃない。はい、うん、また思いが芽生えたら帰ってきてくれないかっていうのも優しさだよな。まあその時はもう全力で迎え入れますよ。うん、はい、その道を残しておいてあげるっていうのもまた所長としての仕事の一つなのかもしれないよな。だから警察辞めてからといってね、うん、ただの知らしみというよりは俺はまだ仲間だと思ってるんで。うん、俺はそれでいいと思う。はい、まあでもそういうやつがな、犯罪ごとに手を染めるのは染めたりとかしたらさ、相当メンタルに来るんだよな。うん、そうですね、本当にわかる。悔しい、歯がゆい思いがさ生まれるんだよ。一番最初が、まあ、それこそ闇落ちだったんで、まあ、先ほど坂田先生が言ったその時は対話がなかったから、うん、あの一人になってしまったんです、うん、その部下がで悩んだ末、まあね、闇落ちしてしまったっていう経緯だったんで、うん、もう私が言ってしまえばこの町でやってはいけない仕事をしたから、まあ、辞職したわけで、はい、まあ、それも部下や組織を、ね、自分のその警察っていう組織を持って法律が行き届かない部分もね、自分でこうどうにか補おうとしてた結果だったから、それを見た部下はきっと同じように思ったと思うんだ。それは私はまあなんだろう、勉強になった部分だしな。うん、部下にはすまんことをしたしな、俺もその時は申し訳ない気持ちでいっぱいでしたね、うん、なんで話できなかったんだろうというふうな、もっと聞いてあげられたらね、変わったんじゃないかというふうには思いましたし、うん、何度もだからもっと聞いてやるのを、まあ、パトロールも当然な大事だし、私がよくやってたのはな、こう一緒に2人でパトロールするときに、はい、最近どうだって、なんか悩みないかって聞いたりはしてたけどな、それでもやっぱり止められないからな。そうですね、だからあれなんだよ、こう一線所長とかだとな、なんかちょっと一線あるんだよ。ありますね、うん、なんかやっぱ言いづらいというか、うん、そう、上司だからな、言いにくいんだよ。だから一応そのまあ、ね、かしこまらずラフに接してというふうには俺は言ってるんだには、うん、まあな、それでも難しいんだよね。じゃあ形上はね、上司ですもんね。まあ公務員って意外とお堅い仕事だからよ、意外とその辺なんかやっぱり難しいんだよ。そうですね、うん、だから言えない、言いにくいとしてもやっぱりしつこく根気強くどうだって聞いたり、特にやっぱりね、耳を大きくしてあいつなんか困ってるの知らないかって他のやつに聞いたりとかさ、あいつをそういう相談したりとか話とかしないっていうふうに、あいつなんか最近元気なくてさみたいな、なんか知らないかっていうようなことを聞くのもまあ、場合によってありだと思うしな。第三者から聞く、そうそうそう、聞いたっていいんだよ。まあ俺にはほら言いにくいだろうしさって、だから同僚でそういう話ってしないのかっていう話をさすると、意外とああなんかでもああって言ってましたよとかっていうのを聞くとさ、あそっか、そういうところを悩んでんだなって、そういう時にこう例えば運転この前犯人逃がしちゃってすごい落ち込んでましたよとかっていうのをパッて聞いたらさ、ちょっとじゃあチェイスの練習しようかって言ってみたりとか、なんか自分がチェイスの時に気をつけてることを言ったりとかさ、で取り逃がしたことなんてたくさんあるんだよって、失敗談、自分のね失敗談とかを話すと意外と、あ、なんだろう、上司も失敗はするんだって思うと思うんだ。
だからやっぱりこう、ね、アンテナを広げて、ただいなくなるとかね、やめちゃうっていうことばかりにとらわれずな、そうなったらそうなったで受け入れるしかない。そうならないような工夫をお前はたくさん今までしてきたろうと思うけど、もっとできることはきっとあると思うし、離職者を出さない、これはとても難しい。はい、うん、実感して、うん、おい感じてます。だからいいんじゃないか、離職者が出てもいい、そういうぐらいの気持ちでやってみたらどうだ。出てほしくはない、それは誰だってそうだ、本所だろうが北所だろうがそう思うだろう、トップは。でもその離職するという選択もやっぱり人生としてさ、受け止めてその時のその選択を受け止めてあげられるように、むしろそうやって離職した時にさ、いい思い出だったなって思えるような、そういう組織にしていったらどうだ。うん、いいじゃないか。ありがとうございます。いやいや、いいんだ、本当にトップに立つからこその悩みだと思うよ。ただそれにとらわれてしまっているようにも見えるからな、絶対離職者を出したくないっていう。とらわれてはいますね、もう、うん、トラウマじゃないですけど、うん、やっぱ恐怖心はどうしても残っちゃってるんで、自分の中に、うん、その離職者のことか。まあ千代だよっていう、ね、闇落ちした、うん、まあそれが一番大きいですかね、自分の中で。その時のトラウマというか、まあ恐怖心がまだやっぱ残っちゃってるんで、まあ、今回に関してはね、違いますけど、うん、どういう、聞いてもいいのか。うん、まあちょっと内々的なんで全部が言えるかどうかわかんないんですけど、うん、理由ですか。そのトラウマの部分の話だ。だから闇落ちした部分ですかね、一番は。警察官が闇落ちしたからそれがトラウマなのか。これもそうですし、理由が対話が足りなかったっていう、うん、結局その発足して、まあ、セアスはしちゃってたんで見れてなかったわけですよ、他の署員も、うん、発足したばかりで、うん、どうなぁ、対話が足りてなくて相手の気持ちを事前に汲み取ることができるケースとできないケースも当然あるんだ。話していたとしたら、じゃあそういうことにはならなかったのかって言ったら、そうじゃないかもしれないじゃないか。なんか俺が理想とするのはやっぱ坂田先生みたいな、半ば先輩みたいな、うん、相談しやすい上司っていう、言えば分かりますかね、まあ、そういう形になってなかったっていうのもありますかね、その横断しにくい環境を作ってしまった自分。いや、そんなことない、さっきも言った通りだぞ、別に相談しようと思えばできるはずだ。うん、悩みって誰しも持っててさ、苦しくて誰かに聞いてほしいって思う人間と、自分の中で、ね、解決しようと思う人間って分かれるじゃない。はい、話せる人間は話してますかね。話してると思うしね。仲が良ければね、余計に言いにくいこともきっとあるかもしれないし、相手を思ってからこそ、うん、ね、それも優しさなのかもしれないしな。
うん、まあそれは人それぞれ違うんだろうと思うんだが、まあその一件は結構前だいぶ経つんです。うん、やっぱ南署にも写真を飾ってあるんですよ、前の。うん、何度もいいとこやっぱ思い出しちゃいますね、どうしても。まあそれを捨てたくはなくて、自分の中で残しておきたくて、その時の思い出も、うん、だからそれが警察じゃなくなったらその絆がなくなるかって言ったらきっとそうじゃないんだ。うん、だからその絆が切れないうちはそんな落ち込むことないぞ。半田先生、戻ってこないですか？なんだそれ、どういうことだ？いや、町にか。はい。いやだって生徒がいるもんよ。一緒に仕事しませんか、半田先生。難しいことを言うじゃないか。まあそれもう俺なんか現場戻れないもんよ。もう全然知らない人ばっかりだ。あ、警察ですか？うん。今南署だとボイラーテンガーにはあの前回お会いしましたよね。おお、元気か。元気ですよ。あ、てかそれこそお会いしたいって言ってましたよ。おお、そうかそうか。じゃあちょっと服着替えたいのと、はい、なんか警察署を建て替えたんだろう。あ、そうか、そのからもう。それ見たいんだよ。ああ、いいです。行きましょう、行きましょう。ちょこれ、なんかよくわかんない人ばっかりだな、あと、花沢マルンが南署です。あ、一回なんかあったな。あ、挨拶してましたね、以前。うん。で、花沢マルンが、あの中場先輩の大丈夫ですか？大丈夫ですか？どうした？いやいや、こちらのセリフです。いやいや、大丈夫。大丈夫ですか？花粉症でな。中場先輩、あ、じゃあマルーンが、まあ、次期、うん、所長ですかね、この後の。え、次期所長？所長です。そうなのか。はい、中場先輩の後を続く。あ、南署の？南署の。おお、そうかそうか。はい。だからこの後、まあ中場先輩と一緒に。うんうんうん。ええ、ではでは、ごちそうさまでした。いやいや、また来てください。それでは。いや、わざわざお店開けていただいたようで。いや、本当に全然大丈夫ですよ。ありがとう、助かった、本当に。また何かあったらいつでも、うん、お願いします。開けたら開けるんで。ありがとうございました。あの、VIP ルームもありがとう。いや、全然大丈夫です。また何か使う機会あったらまた連絡してください。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです、はい、失礼します。ピンク似合いますね。お、そうか。やっぱ肌の色が暗いんで似合いますよ。暗い、まあまあな、それはな。あの、映えます本当にピンク。あ、本当か。はい。入ってます。うん、入ってる入ってる。入ってるんですか？入ってるぞ。どこに入ってる？ちょっと、今の。え？いや、耳が。なんだ？いや、ちょっと戻ってもらっていいですか？え？どれだ？なんだ？なんだ？ちょっと頭見えないですか？見えないぞ。もうなんかついてる。なんだこれ。なんだこれ。ほら尻尾もあるぞこれ。なんだこれ。こんなの流行ってんのかこれ。なんか変なの増えたな。似合ってますよ先生。似合う。似合ってはないだろう。いや、似合ってましたよ。似合ってるか。はい、つけとくか。じゃあ病院寄ってくれよ、病院。ああ、はい。守さんですか？ん、守さんですか？ああ、そうそう。あ、今日出勤してる。本当か。開けていいのか？開けていいですよ、後ろ向いていただいて。久しぶりだよ。おい、守。マジかよ。元気か。元気だよ。ツルツルだってなんだ、もういいじゃん。あー、久しぶりじゃないか。おいおい、いけ、ラング。おい、元気そうで何よりだ。おー、変わらんよ俺は。僕が相変わらずチリチリしてるな。おいおいおい、相変わらずツルツルしてるな。そうだろ、そうだろ。チリチリとツルツルでやってたからな。あれ、またね。
俺もバタついててあれだけど、まあまた、おう、行った俺も仕事行ってくるから。おうおうおお。出ません、まあ、ママさん。おう、いやいや、とんでもない。あえてよかったよ。また顔出すよ。おう。じゃあ。あ。バウアーとかいればな、だったんだから。あ、ネル先輩いますよ。え？電話しましょうか。おう。ホームズいるよ。Your call has been forwarded. ダウンしてるなんで。ほら、怪我か。事件対応中の怪我？ホームズ先輩います？あ、ほん。うん、いるじゃん。あ、もしもし。出るの早っ。もしもし、どうした？赤木です。あ、早く。忙しいですか？今ね、ちょっとライブに行かなきゃいけないのと、ありゃ、あと、俺今起きたら砂漠で起きたんだよ。で、足がないからタクシー呼んでる今。それに連絡してくれたら迎えに行ったのに。あ、そうか、ごめんな。ちょっとライブ急いでて、ライブ行かなきゃいけないんだよ俺は今日。あの、ちょっとだけ本所に顔出せないですか？ダメだよ、タクシー運転手来ちゃってるから。いや、本当にちょっとでいいんで。なんかあった？何？バンダ先生が帰ってきてるんで。あ、マジ？ちょっと行くわ、はい、ちょっと待って、あ、一瞬行くわ、ちょっと、はい、待った、ありがとう、ありがとう、はい、お願いします。はい、いる、そうか、そのハンバーダース、バンダーマンか。はい、あ、あ、来ましたよ。 あれちょっとすいません、ちょっと仕事の関係で。何その格好ね、何その格好ね。NPC の仕事してた、ちょっとすいません。何その格好、すごいな。うん、どこだ、ここが警察署です。はい、あらあらあら、はい、お久しぶりです。おー、ホームズじゃないか。元気か。はい、変わりなく。変わりなくか。はい、相変わらずあれか、真面目にやってんのか。はい、いいじゃないか。髪型変わんないな。そうですね、僕はもうずっと髪型変わんないですね。おお。あの、相変わらず車に乗るとハゲちゃうのか。あ、そうですね、未だにハゲちゃいます。どうだ、仕事の方は。仕事の方はまあ普通でぼちぼちやってますよ。何を今やってんだ、メインで。今は、あ、でも本所足りなくて、もうほぼ本所にいて、やっぱ事件対応行ってますね。なるほど。やっぱその人手は不足してるのか。今なんか人数めっちゃ多いって聞いたんだが。あ、でも足りてたり足りてなかったり。今ですね、街の治安も悪くてですね、犯罪者の数もかなり増えてですね。ほう。昔3人とかだったじゃないですか。まあまあまあ、言うても、まあ、言うてももうなんかもう60人100人いるんじゃないかぐらいな。もうちょっとえぐい数になってですね。ほほ。大変だな。とんでもなく大変でして、警察もですね、まあ多い、昔に比べたらかなり多いではありますが、うん、ちょっと少ないなというのは。まあ分母がな、犯罪者の分母が増えるんだったら警察のも増えてほしいしな。そうですね、うん、同じぐらい。もう警察もなんなら50人ぐらい欲しいぐらいだもんな。まあいても、まあそうですね。そうか。無茶してないか、ホームズ。無茶はしてないですよ。大丈夫です。はい。だから俺はなんか昔ほら、君が結構無茶な操作してる印象あったからな。はい。でもまあ体に大事がないならいいんじゃないか。わかりました。まああれが無茶だと思うならちょっと無茶してるかもしれないです。でも、はい、ホームズ先輩のおかげであれですよ。うん、あのいろんな情報が得られてるんで。うん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 。あのギャングの犯罪者側のね。おお。はい。昔から張り込みとか捜査系がすごいあの優秀だったかな。あ、ありがとうございます。そうですね。うん、自動的ななんか事件対応とか苦手なんですけど、そうですね。うん、自分からなんかやるのは好きです。ああ、なんか昔からなんかそういう感じだったな。はい。だからまあ別にチェイスとか好きじゃないもんな、ってな。全然好きじゃない。そうなんですか。逃げる側。全然好きじゃないっていうな。全然好きじゃないです。そうか。はい。だからもう最初から結構車の運転はもうネルの方がうまいんじゃないか、じゃあ。ああ、そうっすね。でも最初からうまかったですよね。ね、うん、まあ初かはな。うまかったですから。うん、そうですね。乗り物乗ってる。事故ってないか。僕も最近事故ってないですよ。おお、じゃあ運転も向上したか。はい。いいじゃないか。少しは。まあ昔に比べて大変だと思うかな。さっきの青い服着てたのお前か。そうです。なんだあれは。あれはマトリ警備です。あれは、はい。ああ。そのファーマーというのがいまして最近、はい。うんうんうん。どこでマトリしてたんですか。いろいろだよ。北とか。ああ、まあ言えないか。張り込みをしてるんだな。
張り込んだりですね、あれは圧かけてます、あれは圧かけて酔っ払うんですよ。はい、たまに原人みたいなやつが来て、うん、ファームしてるところをね、圧で追い返す。なるほど。はい、そういう仕事もやってます。ど、あのね、あ、待って、おお、え、所長、あの、イルロリ、バウアー所長いるじゃん、バウアー所長の前の所長、所長、前の所長、そう、前の所長、あ、すごい、前の所長、前の所長ですね。なんだよ、え、本所の、そう、本所の、そう、元所長。え、なんで辞めた。まあまあ、ちょっといろいろ、まあ、いろいろあって、そう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 、あ、そうなんだ、そうなんだ。ああ、なんかそれ、やっぱ流行ってんだな。そう、その耳、なんかライブ、耳、え、耳、あ、うん、え、あ、今ね、先生、もしかしたら、もうなんかその赤木がそれ流行ってるからえって言うから流行ってるっていうか、あの、今警察に特殊部隊ドックスって、ね、寝る先輩、寝る先輩、いや、なんか流行ってるって言うからつけてみろって言われてやばい、気に合わなさすぎる、ちゃんと保存してたんだ。いや、似合ってるって言う、似合ってるって言うからさ。いや、似合ってる、似合ってる、似合ってるっすよ。じゃ、ほんとに、ね、ちょっと寝る先輩、通所取ってあげるよ、それ。あ、ありがとうございました。あれ、あ、ルビーどこ行った、これ、やっぱ直したいから、カバン、 あ、先生、一回あの、名札隠してもらっていいですか。名札、はい、写真撮りますね。いや、これはレアですよ、逆に絶対昔だったらやらなかったって絶対やらなかったもん。はい、もしもし、赤木です。あ、もしもし、レン君。あ、ノリ先輩、ちょっとさ、まだ僕、はい、あの、さっきのリグの対応でやらなくちゃいけないことあるんだけど、今さ、うん、バウアー出勤してきたからさ、お、ちょっとバウアーも話した方がいいかなと思って。了解です、ありがとうございます、うん、わざわざ、はいよ、オッケー、はーい。バウアー所長が起きてきたらしいですよ。おお、そうか、はい、それ久々に会えるのは嬉しいな。俺、バウアーはどこにいるの今。電話しますね、書いてる間に。はい、もしもし。あ、もしもし、赤木です。お、赤木れん、なんだお前、またやらかしたんか。いやいや、なんでまた、何もやってないじゃないですか、俺。また、また悪さしたん、またなんか、俺にちょっかいかけるのか、お前。ああ、その時は、あの、失礼しました。なんだ、素直に謝って。あの、今、時間ありますか。 あるよ。あ、本当ですか、今、本所ですか。いや、今、ちょっと出たところ、戻るよ、すぐ。あ、本当ですか、ちょっと合わせたい方がいらっしゃるんで。合わせたい方、あ、オッケー。いや、ありがとうございます。カマロかな。カマロですね。しかも、あそこ、閉まるとこない、しまうとこないっすよ、所長。逆走してんじゃん。もうしまうとこねえじゃねえか。ないです、ないです。なんだここ、本当に。いや、なんだここって。おらー、バウアー。おお、久しぶりだな。おー、長助じゃねえか。元気か。おお、お前こそ元気か。合わせたい人って長助のことだったんか。あ、そうです。あ、そのようだな。おぉ、元気、あ、痛かったよ、なんかわかんねえけど、あ、なんか、なんだよ、安心した顔を見れて。安心した、どういうことだよ。いや、ちょっといろいろ、昨日俺いろいろあったからさ、うん、大変だったんだけどな。あ、いろいろあったんすか。もういろいろあった。おぉ、元気か、兄弟。ちゃんとやってるか。あ、ちゃんと、ちゃんとやってるな。昨日はこの町を、この、あれだ、言うならばアルマゲドンみたいな。アルマゲドン？インデペンデンスデイみたいな。なんだそれ。この町の滅亡の危機を俺が一人で背負って救った。何の話してんだ。いや、まあちょっと細かいことを言うと、まああれなんだけど、まあそういう風なかっこいい感じにしといてくれっていう感じ。疲れてるんですよ、今日は。なるほどな。はい、そう、大変だった昨日。そしたら中って入れんのか。あ、中入れます、入れる。うん。